こんにちは、クリッカーなつねこです。ボルボ V60 クロスカントリーに搭載されるエンジンはグレード名 T5 となる2リッター直列4気筒直噴ガソリンターボ。ちなみにボルボでは最高出力によりグレード名が T4 ガソリン、ディーゼルの T4、T5 などと命名されています。ガソリンの T5 のみとなるボルボ V60 クロスカントリーのアウトプットは254馬力 5500rpm、 350Nm 1500から 4800rpm、 組み合わされるトランスミッションは 8AT 1810kg という車両重量に対して245馬力 350Nm というスペックは十二分で、上り勾配でも少しアクセルを踏み出すだけでグイグイと加速。俊敏といえるほどのサイズ感ではないものの、ライントレース性もかなり高く、コーナーでボディがぐらりと揺られるような不安定さを見せることもありません。サスペンションはフロントがダブルウィッシュボーン式、リアがインテグラル式。フロントサスペンションは V90 クロスカントリーと共通化されていて、リアは V60 クロスカントリー専用のトップマウントとナックルを除き、V90 クロスカントリーと共通化されるなど、上級モデル並みの足回りが与えられています。また V60 の日本導入時にプレス向けに提供された試乗車は T5 インスクリプションで、少しスポーティーな足回りのセッティングでした。今回試乗した V60 クロスカントリーの T5 は少しコンフォート寄りとのこと。装着していたタイヤはコンチネンタルタイヤのプレミアムコンタクト6で、サイズは235-45R19。 箱根の山道や観光地をゆっくりと走っていると V60 よりも若干ストローク感があるものの、低速域だと少し当たりの硬さが感じられます。リアに大開口を持つ V60 クロスカントリーでもボディ剛性感は十分に高く、不快な揺れではありません。さらに少し速度を上げていくと、フラットタイヤ感が増してくるのは履いているドイツ製タイヤの特性もあるかもしれません。それでも乗り味はハードと言えるものではなく、小さな子供がいるファミリーユースでも安心して使えそう。正確なハンドリングと充実した先進安全装備により、 V60 同様にその進化を発揮するのは高速道路を使ったロングツーリングでしょう。駆動方式は 4WD で、ドライ路面ではほとんどの駆動力を前輪に配分し、スリップなどリアにも駆動力が必要な場合には瞬時に最大 50% まで伝達するオンデマンド式 AWD が採用されています。目線と最低地上高が高いグランドツアラーワゴンという V60 クロスカントリーは、ベースの V60 同様に走りの完成度はかなり高く、背の高い SUV よりも乗降性の面など都市部でも使いやすいメリットもありますから、ニッチな市場ではあるものの、クロート的な車好きから注目を集めそうです。